歌手。ブルガリア南西部の町ペトリチで生まれ、バルナで育った。ポップフォーク歌手のエクストラニーナの妹であり、エクストラニーナとはたびたび共演している。ツベテリーナが初めて音楽に関わったのは子供の合唱コーラス、菊田ツベテでのことであった。これによってツベテリーナは初めてテレビに映った。これがきっかけとなってツベテリーナは 音楽業界でのキャリアに興味を持つようになる。1996年、彼女は大手のレコード会社であるパイネルと契約を結んだ。プロデューサーにレンコ・ドラガノフ・やラドスラフ・ペトロフを起用した。彼らはブルガリアポップフォークの有名なプロデューサーたちであり、ツベテリーナは完全にブルガリアの音楽業界の一角へと加わっていくことになる。この年、 ツベテリーナはヒット曲となった、ストメルェデッサ、スメニー・レボビタの2曲を制作し、後に、彼女のファーストアルバムに収録された。1998年、ツベテリーナは2枚目のアルバム、ツバテ・ダ・サムによって、完全に、ブルガリアポップフォーク界での地位を確立した。それ以降、ツベテリーナは1999年の、ズドレーブ・ダ・イー、2000年の、ニャマ大・ダ・イー、 ファシア・タカの両アルバムをヒットさせ、特に2000年の、にゃまだいい、ファシア・タカは、彼女のキャリアの中で最大のヒットとなった。ノベンバー・フォーク史にて最優秀演出歌手に選ばれた。2001年8月、ツベテリーナは、ピリン・フォーク・フェスティバルに参加した。この時彼女は、パイネルを去って、独自のレーベルを起こす決意を表明した。6から5、ゼー、ゼー、ゼー。 六から五ぜえ、ぜえぜえ、ぜえ、六から五、六から五、ぜえ、ファイ、ぜえ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 、モスクツゲ。ぜえ、スーパーソニックラブ系、六から五、ぜえぜえ、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  a b c h t t p w w w t z v e t e l i n a b g c o m スラッシュ。ありがとうございます。